じゃあ、じゃあ1本目から元気出していきましょう。はい、行こう、1本目、はい、追い込んでますね。いや、今日はまだいけるっす。まだいける。今日は、この一昨日がやばかったっす。マジで地獄だったっす。ショートさんめちゃくちゃ余裕じゃん。きつい。お疲れ様です。お疲れ様です。名古屋どう？どうぞ。練習。練習ですか？充実してます。すぐ避ける。ごめん。走りましょう。はい、真中さん、走りましょう。走らないよ。いや、けどやっぱスピード感分からないと。はい、分かりたいじゃないですか。走った方がいいです、これは。すみません、途中で同じ気持ちになれるんで。僕たちの前、僕たちの前行ってください。行かない、行かない。ラスト2は、ラスト2、3、2、1、止め。どうですか。どうですね。周期練習。いい汗かいてますか。この後は。帰ります。おい。行きますか。行きますか。待ってください。二人はまだダッシュですか。まだ。二セット目です。次二セット目です。お。二セット目です。さあ、頑張ってください。はい。オッケー。さあ。ただあるね。無理です。どうですか、3日目ですけど。もうきついです。もうきついです。もうきつい。はい、まだ中森今売ってますけど。そうですね、すごいです。あ、横山君は打たなくていいね。僕は今からウェイトなんで。あ、ウェイト。まあ中森もウェイトありますけど。そこはやっぱ先輩と後輩の。いや、僕はウェイトに重点を置いてるんで。ああ、そういうことね。そういうことにしておいてください。 OK。 じゃあ、ベルト頑張ってください。ありがとうございました。失礼します。バイバイ。ティーバッティングもやってましたね。ティーバッティング、はい。スティング今日したんで。あ、左右のね、はい、バランスを整えるために。どうですか、周期キャンプ。さっきも充実してますって言ってましたけど。はい。しっかりフェニックスで課題も見つかったんで、来シーズン向けて一つ一つですけど課題克服 していきながら、まあ、短いこの周期練習ですけど、一日一日を大切にして練習に励んでいきたいなと思います。来シーズンね、一軍で登板できるように。はい、頑張ります。はい、この後ウェイトですか。この後ご飯食べてちょっと休憩してウェイトします。 OK です、ごめんなさい。どうした。